こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、メトロノームの裏拍に入れる使い方っていう質問があったのと、この間ね、僕はライブでやった時にですね、キメが4拍子で、まあ、8ビートでドラムソロやってほしい。うっぱうっぱ2341234歌っていうキメがみんなで弾いてくれてる上でドラムソロするんですが、僕がややこしいことしたから半拍ずれたんですね。で、カ2341234で聞こえちゃって、戻れなかったしばらくね。で、どうやって戻すかと、7拍子1個入れたら元に戻るんだけど、これちょっと久々に練習したいなと思って、ちょっと練習で持ってきました。このテンポアドバンスってやつがあって、これ僕が使ってるやつね。で、これ1234間の音ちっちゃくしときました。なので、これで練習してもいいけど、まあ、練習するんだったら、この音を全部こうやって切ってしまうと。そうすると、頭の音しか鳴らなくなるんですね。で、これを、粒をずらしていきたい。そうすると、3小節8ビートして、4小節目に7拍子、ぶったぶった、こぶったって、竹やぶ焼けたでもいいんですけど、入れて、で、そうすると1個ずつ後ろにずれていくのを感じながら練習するっていうのをやってみたいと思います。いきますね。1、2、3、4、1、2。ぶったぶった、こぶった、1、2、3、4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 、
Q をやるとメトロノームは今度後ろから前にずれていくので、4裏になってずっと前にずれていくっていうのをやっていきたいと思いますね。2回目、Q は稲葉の白ウサギでいこうかな。ワン、ツー、スリー、フォー。稲葉の白ウサギ1 and 2 and というわけで、なんとかできましたが、ちょっとよれたとこもあったと思いますが、こうやって練習するとすごいこうタイム感がこう安定してくるのと、自分がなんかこうずれた時に戻したい時に何をすればいいか、要は、ま、相手が自分より後ろにいるのか前にいるのかっていうのをこう自分よりどこにいるのかな、今2の裏にいてこの辺にいてっていうのがなんとなく分かってくるようになってくるので、そうするとアンサンブル能力がやっぱ強くなりますね。というわけでこんな練習もしてみてはいかがでしょうっていうお話でございました。以上です。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。